立体に見えなかったりする食感の、うん、はい、ちょっとやってみましょう。はい、ワクチン接種に来ましたよ。今12時までに予約の方をご案内しております。はい、さあ行くで。なんくん、生配信中ずっと寝てたね。じゃん、あ、そうでもないのか。で歩いてた。うん、最初のうちはなんかうろうろしとりました。眠いね。おやすみ。うん、なんじゃこりゃ。こうやるやつ。はい、オリンピックを応援するグッズです。あんまやらんけど。あんまやらんけど、でも一応大学の時に使おうと思って膨らましてみました。はい。はい、おかげさまでですね、iMac の SSD、に交換したおかげで快適に動画を作っております。結構ちゃんと動いてくれるのが本当に嬉しいです。たった1週間も経たない間でしたけど、他の、マシンでやった時にいろいろ苦労しましたが、なんとこの動画を作りながら、フォトショップで、同時にサムネイルを作ったりできるんですよ、このマシンだと。じゃないよね。はい、どうも皆さんにはご心配をおかけしましたが、まあ考えうる限りの最安値で、なんとか復帰いたしました。頑張ります。なんか黒いモフモフ発見。ポンちゃんはこういうのが出てくると思う。はい、あら乗っちゃう。はい、ポンちゃん、はい、これ何、水出しドリップってことかな。違うんじゃない。ウォータードリップコーヒー、後ろに書いてあるの。画面に書いてある。飲みを飲み切りタイプ、水出しアイスコーヒークリアーテイスト。やっぱりそうだ。これをポコって入れといて、時間が経ったらポットの中でアイスコーヒーができます。ありがとうございます。あ、こんなのが届きましたよっていう始まりをポンちゃんに邪魔されました。やろうと思ったらポンちゃんが車中お見舞いということで届きました。はい、どうもありがとうございます。はい、ここを置くから。はい。それとコーヒー。はい。駿河湾、富士山の見えるコーヒー。オリジナルブレンド。うん、はい、それは。はい。冷や汁の素。冷や汁って美味しいんだった。美味しいよね。だからね。うん、そしてここにはこれは。イタリアンパセリ。あ、イタリアンパセリがこれで栽培できます。うんうん、こうやっとか。あとね、なんかかわいいね、はい、スポンジ。はい。お台所にかわいさを。キッチンが楽しくなりそうなスポンジ。あと、このスヌーピーもスポンジだよ。はい。スヌーピー。スヌーピースポンジ、ポンちゃん。はい、そして不思議なものだよ。カッターとハサミ。なんかハサミにカッターがついてるっていう。これが、おお、何？え、だからカッターとハサミが一緒になってんだよ。この状態で収納しておいて、うん、あ、カッターあったっけって言ったら、はいよって、ハサミじゃん。あるんだよっていうオチに使えるってことね。そうそう、はい、どうもありがとうございます。なくさなくていいってことだね。なんかぐちゃぐちゃになってきたけど、ポンちゃん、はい、次行きましょう。カラフルなやつだよ。はい、洗濯バーサミ。なんかすごい、
これなんかこういうのに意味があるのかな。ここのこの反り返ったところ、反り返ったところ、これ単なるバネか。フラフタフピンチって書いてある、うん、はい、洗濯バサミでございました。なんか丈夫そうですごいいいので、はい、はい、オーナメント、これは今の分かりました、スノーマン、うん、ここね、ここに切ってね、うん、紙が挟めるの。だから、はいはい、ここに、あ、そういうことね、うん、なんかポテトチップス開けちゃった、ピッてやって、うん、ここになんか日付を書いたりとか、うん、食べていいよとか、あとは私のだからダメよとか、ね、そういうことね、そういう方、はい、そしてオーナメントはこれはスノーマン、スノーマン、このえ、違う、スペース、スペース、あ、宇宙っぽいってこと、あ、宇宙、うん、あ、宇宙着じゃなくて、なんだっけ、宇宙スーツじゃなくて、宇宙飛行士服、うん、なんだっけね、そんなやつね、と、うん、UFO とか、そういうことでした。そうそう、木星とか土星とか、そういう感じ。うん、こっちはなんか海の、はい、こちらはマリンでございます。って感じです。はい、それから、はい、あとね、これはね、スイーツマグネットだって、なんかあ、クッキーっぽくなるのね。これは多分マカロンで、こっちがチョコ。なるほど。なるほど。はい。はい。で、これ大量にたくさんもらっちゃった。はい。おしゃれ真空。何？これは、あの、これ、三角コーナーがなくてもそのままゴミ捨て、はいはいはい、これね前にもいただいて、私はそれを使うようになってから便利で、なくなると自分でも買ったりとかもしたりしていました、はい、大量にいただきました、ありがとうございます。便利なのよね。まだあるの？まだあったの。これはね多分中身、はい、ここの紅茶って書いてあるけど、うん、これはこういうパッケージなので中が、そういうこと、そうそう、開けて、紅茶ではなく、うん、ミルキーはママの味の何これ、ハンドクリームとかかな、そうだね、ペコちゃんハンドクリーム、グレープフルーツ、ハンドクリーム、こちらはバラかな、バラ、ちょっと細かい字が読めません。すいません。フェルナンダフレグランスハンドクリームラブリーメロ。まあ花ってことで、うん。はいはい、どん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 、うん、めり込んでいます。ポンちゃんがどんどん入ってきちゃった。はい、なんか可愛いやつ。はい。それなんかね、ハンドタオルになるみたい。そこを開けると中にタオルが入ってて、ういうことね、はい。ポンちゃん、ポンちゃん。こうやってこうやって吊るして、ここから、うん、何、画面に入ってない、タオルが出て、うん、ここで吊るしたままで使えるよってやつ、ね、画面に入れてね、画面が遠いね。あとこれなんか不思議な形の、これもお財布かな、小銭入れっぽい感じかな、うん、これね、なんかここにね、うん、ファスナーのあれがついてる、ファスナーにつけたりできるってことなのかな、なんだろうね、うん、はい、ちょっと不思議で、ちょっと考えますよ、いしょ、はい、これがかわいい付箋、はい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 、はい、メモ、ハムちゃん、ハムちゃんとニャンコちゃんとケツ出しとるかい、これピーターラビットのシール、立体的なシールだね、はいはい、で、これが入っていたポーチ、ニャンコポーチ、はいはい、裏も絵が描いてあるよ、ニャンコポーチ、こうなってあります、はい、はい、そしてピーターラビットのノート、はい、そしてこれはシバちゃんかな、ワンちゃんのノート、ノート、あー、また来た、後半黒いのが来やがった、黒いのが来た、はいはいはい、そして立体塗り絵っていう不思議な 3D の立体塗り絵、多分ね、昔私もやったことあると思う、じーっと見てると立体的に見えてくるやつ、それが塗り絵になってるってこと、はあ、
なんどんな風に塗っても立体に見えるのかな。上手に塗らないと立体に見えなかったりするのかな、うん、はい、ちょっとやってみましょ う。あとこれはあれかな、紐こう、あー、あのエキスパンダーのやつみたいにやって足にはめてこうギュッてやったり、はい、運動せよってことね。そう、運動せよってことで、そしてそれらが入っていた、はい、エコバッグでございます。ありがとう、はい、ポンちゃんは最初から出演でした。今日はあとポンちゃんたちのやつで、おう、はい、あ、逃げた、はい、麦わら帽子、はい、ポンちゃん、ポンちゃんじゃねえや、なんだっけ、テンガロン、違うな、違うな、メキシカンハットみたいなことですね。こっちが男の子用でこっちが女の子用かな。まあジャン君これだろうね。夫婦、うちの夫婦だったらこれが俺でこれが真帆さんだね、うん、ということでどうもありがとうございます。これかぶるかしら、ポンジャン君はいけるかな。あ、本当だ、うん、はい、もしかぶったら動画撮りますね。写真も撮ります。あ、また行ってきたよ。どれどれ、ポンちゃん、はい、で、あ、そんなはい、ということでどうもありがとうございます。こんな風になっております。どうもありがとう。わかるかな。